小学生高学年の頃に両親にマウンテンバイクを買ってもらっていろんなところを駆けずり回ってたんですけど、人がエンジンで動く人馬一体的な乗り物がとっても魅力があって、それはもうずっと変わらない。スチールフレームなんかだと造形に対するその自由さとか深さがあるように思います。突き詰めていく量がとにかくたくさんあるので意識してますし、面白いところでもありますね。新しいの作っていきたいですね。根本のその精度だったりスチールフレームの美しさっていうのは追求しつつ、そういうところも目指していけたらいいなと思ってます。